ワッグルチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、中川大志です。今日はですね、こちら平川カントリークラブさんで、ラウンドしながらいろいろとトークをしていけたらなと思っております。まあ今日はわりかし緩めにというか、普段の僕のゴルフを恥ずかしいんですけども、いろいろお話ししながら、ゴルフ始めたきっかけとかプライベートの話とかいろいろしながら楽しんでやりたいなと思いますので、よろしくお願いします。ゆるくやりますね。いや、俺ほんとにやばいかも。マジ？やべえ。ほんとに僕メンタル弱いんですよ。はい、ということで最初のホールにやってきました。ロングですね。パー5、左ドッグ。右バンカーあるんで、この左の林沿いの方に打っていきたいななんて思ってますけども、緊張しておりますいや、俺本当にやばいかも。それではよろしくお願いします。お願いします。打てるかな。やべえ。まあ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 、なんかありました今。左。あ、出た出た出た、落ちてきた落ちてきた。怪しんなかったね。落ちてきた落ちてきた。ありがとうございます。セーフ。僕もよく YouTube 見てますけど、こんなカメラの前でよく皆さんやってましたよね。もう本当に遡ると、小学校低学年ぐらいの時に、あの僕のおじいちゃんがすごい、まあ、ゴルフ大好きで、まあ、おじいちゃんが多分僕と留守番してる時に僕を置いて練習場に行けないからっつって、僕を連れてく口実として、なんか子供用のドライバーを1本買ってくれて、それで打ちっぱなしになんか週末一緒に連れてってもらってみたいなのが一番最初だったんですけど、そっから3年ちょっと前ぐらいに、まあ、周りの結構ね、芸能界の先輩とか役者の先輩とかも結構ゴルフやられてること多くて、皆さん口を揃えて言うのは、やっぱりどうせいつかやるんだから早めに始めたもん勝ちだよっていうのはすごく言われてて、僕その釣りとかも趣味なんですけど、こう朝早くから起きて自然の中で一日過ごすっていうことが、まずそれだけでもすごく楽しくて、ゴルフ場って初めて来た時にこんな場所があるんだっていう、ものすごい非日常空間で、まずこの空間に感動して、ゴルフ場で過ごす時間まず気持ちいいですね。ナイス。ナイス。マジ？うまく打てた。やべえ。え、狙った？コースなりに。狙った？狙い通りですよ。マジで？オッケーオッケー。いつも通り、いつもこういう球ですね。大体。いつもこんな感じで打ててるんですけど。マジで？はい。10回に1回ぐらいなんか120点ぐらいのショットが打てると、やっぱやめらんなくなりますね。嬉しいですね。そうですね。でも本当一番最初3年前ぐらいに始めた時は、なんか自己流でやるのがすごい嫌だったんですよ。なんか、まあ、いろんな方からやるんだったら最初こう習ったりしたらいいよっていうのも言われてたんですけど、なんとなくでやるのが何でも好きじゃなくて、どういう構造でどうなってたらこうなるんだろうとかって、なんか結構分解してなんか理論的に考えるのが好きで、だからすごく最初の頃レッスンとか受けて楽しかったですね。でも頭で分かっても体でなかなかできないことの方が多いんですけど。楽しみます。
いの。僕は写してください。撮っといて。しっかり撮ってください。おーいっす、ナイス。違う。めちゃくちゃいいじゃないですか。ナイスショー。どうせやるんだったらやっぱりかっこいい綺麗なスイングでゴルフできるようになりたいし、どうせ行くんだったらまあ勝ち負けだけじゃないんですけど、一緒に行く人たちに負けたくないし、まあ先輩たちに勝ちたいっていうのはありますよ。でもまああとは自分らの世代でゴルフやってる人たち少ないですけど、またこれからどんどん増えていくと思うんで、周りがだんだんゴルフやり始めた時に負けないように、ちょっとでも一歩でも二歩でも先に上達したいなっていうのはありますね。いいんじゃない？ちょっとでかい、でかすぎ？あ、乗った？でかすぎた？ちょっとこぼれたかな。でかすぎたか、うまく打ってましたけどね。ね。幻の1打目が。出ないか。早っ。早い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 。早っ。嘘。早っ。そんな早い？え？えー？マジか。そんな早いか。80代70代を目指そうっていうんだから、これぐらいは入れてかないとですよね。ありがとうございます。ナイス。セカンドが良かったですね。右の林か。右の林だね。まあ行ってみましょう。ちょっと抜けちゃったかな。まずはいろんな自分の中で課題とか目標を上げ出したりいっぱいあるんですけど、距離を飛ばしたいっていうよりかはラインが出せるようになりたいとか、コントロールしてちゃんと方向性を安定させたいとか、当たると結構僕飛んじゃうんで、飛距離が出る分結構大事故になることが多くて、だから極力こうちゃんと方向性を絞ってコントロールして打てるようになりたいっていうのはありますね。うん。若い世代が、僕らみたいな世代がかなりゴルフの人口として増えてると思うので、一つはこう自分と同世代のゴルフこう今頑張ってる、これから上手くなりたいみたいな世代の方たちにも見てほしいですし、ガチでやります。それだけですかね。もう本当にだからお見苦しい姿をいっぱい見せると思うんですけど、あまりカッコつけずありのままで皆さんと一緒に成長できたらいいなと思います。ボールを探してきます。歩く、とりあえず林越えれば。そうっすね。やべえ、そうなるか。そういうね、マナー的なところね、大事ですからね。うまい。すいません。前出ました。やばいやばい、帰ってきたよ。帰ってきちゃったよ。うわ、なんか穴に入っちゃった。
抜けたかな。オッケー、抜けた。あー、やっとだ。やっちゃいました。隣のホールからやっと脱出できました。お疲れ様です。短いか。短いですね。でも数字だけで言ったら本当に80代とか70代とかそこには挑戦したいですよね、うん、やっぱりゴルファーの夢じゃないですか。やっぱりシングル目指すっていうのは。アプローチをガツンってやっちゃうんですよね。いい。うわー、惜しい。弱かった。いやー、もう今めっちゃいいでしょ。綺麗でしょ。あ、ふえ。すいません。ナイスです。お先です。でも本当にメンタルスポーツですよね。本当に僕メンタル弱いんですよ。後ろの人に見られてたらうまく打てないし。いやー、完全にやっちゃいましたね。まあでもやっぱり気持ちの切り替えるっていうのもね、ゴルフの大事なところですから、最後ね、気持ちよく今日は終わりたいですね。あー、低いけどまあいいよ。ちょっと低い変な球ですが。料理も好きで、いろいろ役のこととか仕事のことでいっぱいいっぱいになると、なんか作ると、簡単なものでも作ってると楽しいし、ストレス発散になりますね。最近、まあでもチャーハンとかそのパスタとか、まあたまにちゃんとこう準備して手の込んだものを作ろうかなみたいな時もあるんですけど、結構大体あるもんで、まあ撮影の時は結構現場のお弁当とかがあったりもするんで、結構家ご飯は好きですね。うわー、右だ。マジか。ちょっと右だ。これ止まるでしょ。距離は。距離はいいか。これでかい。また仲良しエリアですかね。YouTube だからってカッコつけて普段やらないこととかやらないようにしないと。やべ、トップ。いやー、これあるんだよな。すいません。いえいえ。こんなんばっか。お先です。はい。ああ、やっちゃった。ありがとうございます。お疲れ様です。ということで、まあまだ始まったばっかりということで、まあ嘘偽りなくやっていくのがこの今回の試練でもあると思いますので。ちょっとお見苦しい姿を早速たくさん見せてしまったんですけども、まあここから余裕を持って爽やかな顔でゴルフができるようになりたいですね。ということで、今後とも応援よろしくお願いいたします。頑張ります。